はい、今回の価格調査は黒段オーラになります。デッキリストは以前うちの動画で紹介したネクストプロ CS 優勝のやつです。あれから数日経って値段が安定してきたので価格調査やっていきます。というわけで今回も最高レートと最低レート表示させてあります。デッキ組む際の参考にしてください。まあ、それでは順番に行きましょう。まず最初、ギャンが50円。骨ゾンビが300円。このカードデッキに3枚入ってて、そのデッキが900円プラス税なんですよ。つまり、デッキ買えば骨ゾンビ3枚で元返ってくるんですね。まあ、なので骨ゾンビに関してはシングルで買うよりデッキで買ってください。で、ジョグラマが800。ランジャが50円。ダイポサツネ50円。デザスパイダー50円。エダマフーマが50円。で、デジルムガレが800円。これ一時期300円以下だったんで、まあそっから考えると2、3倍まで値段上がってます。まあこのカードめちゃめちゃ強いので値段は落ちません。とっとと買っちゃってください。で、ジャワルペンドラが1400円。で、ピエールが50円。で、キルジャックが1100円。以前うちの動画で紹介した時こいつ900円だったんで、あれからまだ上がってますね。で、ドラガンチャークが通常から500円のシークレットが2000円。で、ボガイガが500円。で、次 GR ゾーンですね。補充が50円。死神50円。ウィンガーが1000円。で、オーマが50。ダラクが50。爆手50円です。というわけで合計金額ですが、最低レートで2500円。最高レートで26500円になります。この動画シリーズやってて最高レートで3万切ったのは多分今回が初ですね。まあ理由は簡単。ドラガンズアーク以外の最高レートが今のところ存在しないからです。まあただオーラダンデューデッキは多分今後も人気になっていくにつれてプロもバンバン出てくるのでそこで値段上がるかなと思います。まあとりあえず暫定今組んだら26500円って感じですね。まあというわけでデッキ作ろうか悩んでる方ぜひ参考にしてください。それでは。